これはごく普通の女の子の物語。ただちょっと違うのは、彼女は台湾からの留学生なのです。やっぱり台湾。ハロー、この動画は台湾出身の曜日が台湾の魅力をお届けしています。こんにちは、友人のはるかです。今日は美味しい台湾料理のお店に来てますよ。そしてもう一人、私たちの友達マリナも来てます。こんにちは、マリナです。マリナは最近台湾で来たんでしょ、うん、そうなの、ようやく行けたの。ビザ取れた？最初隔離されるんでしょ。はるか、その情報古いよ。はるかの情報ははるか昔の話です。そうなの、うん、てかダジャレかい。説明しましょう。新型コロナ以降、台湾への渡航に必要だったビザは今年9月に免除となりました。また10月からは旅行者に対する隔離期間もなくなり、台湾への直行便も徐々に再開しています。乾杯。本当これ好き、台湾ビール本当大好き。最高、台湾で一番人気なのがこの台湾啤酒だからね。飲みやすくて美味しいよね。美味しい、ぐいぐいいけちゃう、止まらない。あなたはそれいつもでしょ。ねほら、また始まったよ。最高最高。お待たせしました、こちらマーラー火鍋になります。すごい。これって辛いですか？程よい辛みがついていますが、お好みで調味料サーチャージャンも使ってみてください。全部の火鍋が辛いわけではなくて、うん、お肉とか魚介類とか鍋物全般火鍋っていうの。へえ、火鍋の味が台湾の味ってことだね。そうそうそう、もしもしビールが進む。だからそれいつもじゃん。うん、また行った。最高、台湾最高。飲む飲む。やっぱり台湾。さて、曜日さん、今週のイチオシを教えてください。はい、今週のイチオシは台湾女子も大好きなフルーツビールです。こちらがマンゴーで、こちらがパイナップル、ライチもありますよ。どうしよう、なるか迷っちゃう。まだ飲むの？ねえ、当たり前でしょ。乾杯。口当たりが良く見た目も可愛い台湾のフルーツビール、くれぐれも飲みすぎにはご注意を。皆さんも台湾行ったら飲んでみてね。それではやっぱり台湾。